な道を。ドルフィー、体は大丈夫か？ふん、まずは自分の心配をしたら。私はあなたよりずっと早く歩けるわよ。まさか進路を邪魔してくるやつまでいるなんてな。あんまり穏やかな道じゃなさそうだぜ。別に心配はいらないさ。旅人がいるんだから迂回なんて選択肢はないだろ。どうして僕を見るんだよ。まさか僕も戦闘に参加しろなんて言わないよね。あ、いえ、ただ単にフリーナさんが直々に手を下されるところは見たことがないので、ちょっと気になっただけです。おいおい、忘れたのか。水神様は神の力のすべてをフォンテーヌ邸に使われる立証混合エネルギーに転換した。そうご本人が直々におっしゃっていたじゃないか。そう、今はもう水神じゃないから神の力も消えてしまってね。悔しいけど今はおとなしく守られる側に回るしかないかな。別に自慢するようなことでもないのにめちゃくちゃ誇らしげだな。なんかわっとくるぜ。うん、こういう状況は経験豊富な冒険者に頼るのが一番だ。残念だわ、目の保養になりそうだったのに。悪いね、頼むよ。安心しろ、パパッと片付けてやるぜ。逃げ道はあります。全部丸見え。ご助力ご。無我の境地。そこさっ、よし。見切りました。はっ、やっ、うっ、すごいすごい、名を馳せるだけのことはあるね。ありがとう、これで引き続き前に進めるわ。ビルマント、いるか？ん？お前ら。で、なんでフリーナ様がここに？私が説明するわ。もうあなたで最後だしね。つまり、団長の件の真相が分かれば、みんなが納得する結末をかける。そう考えてるわけか？だが、水の娘が何よりも重要だからこそ、俺は真相を公演後まで取っておきたい。じゃなきゃもう一緒に舞台に上がれないかもしれないしな。それは逃げてるだけだろ、ビルマント。それともまさかアレリーの件は君とも関係してるのか？言いたくない。いいかビルマント、僕はかつてアレリーに恋心を抱いていたことを恥ずかしく思っていた。だから誰にも言わなかったんだ。それでもこうして君たちに打ち明けたのは、全てに向き合う覚悟ができたからだ。もちろん全てを捧げる覚悟もね。水の娘はアレリーの感情なしには完成しない。だからお前は気が利かないってみんなに言われるんだ。みんなも知っての通り、チケットの販売に頼らず観客からの寄付金だけで劇団を運営するなんて、そんなのは土台無理な話だ。みんな公演がない時はあちこちでバイトをしていたが、それでも運営状況は芳しくなかった。そんなある日、公演後にとある商人から連絡をもらってな。劇団の公演時に彼らのドリンクを提供するならスポンサーになってくれるって話だった。
互いに理のある話だと思ったし、俺は団長と相談もせずに引き受けた。ところが商人から届いたドリンクはロシって呼ばれるもんだった。それって連続少女失踪事件の犯人が売っていた薬じゃないか。それが何箱も届いて腰を抜かしたよ。団長に説明したら団長もすごく驚いてた。だが団長は俺を責めなかった。それどころかその商人に連絡してその件を取り消してもらおうと交渉しに行ってくれたんだ。商人は俺たちが約束を破ったとして多額の賠償金を請求してきた。当然ながらそんなもの払えるわけもなかった。それで俺は自分でこの件を解決しようとしたが団長に止められた。これは劇団のトラブルであって一人だけの責任じゃないってな。だがその後相手はますます手に負えなくなった。そしてある日団長は先に帰るよう俺たちをせかした。きっと何かあったんだと。その時やっと気づいたよ。俺は失敗した。それをお前らに言うのが怖かった。団長が失踪して、なおさら言い出せなくなった。俺がアレリーを死に追いやったんだ。どうだ？これで満足か？ちょっと、そんなこと言わないでよ！こんな大バカ野郎！アレリーに危険があると知ってて、なぜ僕たちに知らせなかった！そんな状況にまでなって、何をビビってたんだ！助けに行くべきだっただろう！自分が何をしたか、分かっているのか！落ち着いて！そうだぞ、ちょっと冷静になれって！どう冷静になると言うんだ。こいつはアレリーを死に追いやったんだぞ。僕の最愛の人に何が公演のためだ。大口叩きやがって。結局は責任を負うのが怖かっただけだろうが。悪かった。劇団のみんなにはずっと謝りたかった。だが団長を失った今そんな謝罪に意味なんてあるか。俺はただの臆病者さ。取り返しのつかない間違いを犯しちまった。殴るなり殺すなり勝手にしてくれ。せめてあの世で団長に面と向かって詫びさせてくれ。こいつ失せろ。二度と顔を見せるな。まったくうるさくてしょうがないね。そこまでだ。舞台の演出と劇団内のいざこざをごちゃ混ぜにしないでくれるかい。最後の公演で団長を記念したいなんて口を揃えて言っておきながら蓋を開けてみれば双方とも感情のはけ口にしているだけじゃないか。確かにそうだ。すまない。舞台上において主役というのは当然焦点となる。それと同じように君たちも団長を劇団の中心として扱ってきた。しかし日々において彼女が望んでいたのは焦点になることなんかじゃなかったのさ。僕は感じるんだよ。彼女の君たちに対する愛、そして劇団に対する愛をね。弟や妹たちに温かい家庭を作り荒波から守ろうと努力していた。それこそが真に記念すべきことさ。彼女はとっくに君たちの英雄なんじゃないのかい。その通りです。よく見極めることだ。自らを顧みてこの争いが意味のあるものなのかもう一度考えるといい。糸い合っていてどうしようもない対立がある。そんなことにとらわれるならばいっそ最後の公演なんかやめればいい。そうして直接解散すればいいじゃないか。それをしないのは君たちがアレリー団長や彼女が直々に築いたこの家を捨てられないからさ。どうしたんだい。何もおかしなことは言っていないよ。いえすみません。
なんだか一瞬団長がここにいるような気がしたんです。団長がこの状況を見たらきっと同じように叱っていたはず。そうなのか？おいらてっきり優しい人なんだと思ってたぜ。もちろん優しかったわよ。でも外側の厳しさには内側の優しさが現れるものなの。彼女は数え切れないほどの美点を持った人だったわ。我に返った気がするよ。本当にすまない。ちゃんと謝ろうと思ってたのに自暴自棄になるつもりじゃなかったんだ。まあまあ、そういう話は公演が終わってからにしよう。それで結末はどうするんだ？それはもちろん、まずは舞台から一時的に降りて感情の激流の中で何を見落としたか振り返るべきだよ。物語の結末についてはアレリー団長に焦点を戻すんだ。彼女こそが舞台における唯一の主役なんだからね。それってそう、かつて君たちは水中で連続少女失踪事件における被害者たちの遺留品を手に入れたね。もしアレリー団長が残したものを見られれば彼女の当時の気持ちがわかるかもしれない。そんなものがあったなんて。団長の本当の気持ちを水の娘という物語の結末にするならみんな納得できるだろう。ええ、ではお願いします。さあ僕たちはパレメルモニアに行こう。君たちは稽古場で良い知らせを待っているといい。